ただいまより添削を始めます。まず下絵を描かれたのを写真をお見せします。では少し修正をしてまた下絵を追加します。できるだけ手前の葉っぱは細かく描いていただくといいと思います。白筆で修正します。線は何種類の筆を使わなくて一つの筆で描かれる方がいいと思います。水の流れは色で表現した方がいいかと思います。とりあえず白で消していきます。輪郭はできるだけ細かく描いておいた方が後で色を塗るときに楽だと思いますので、できるだけ細かく描かれた方がいいと思います。はい、これでちょっと無駄な線を消しました。はい、少し輪郭を再度足していきます。極細で書いておられますので極細を選択して書きます。できるだけ手前は丁寧に書いておきましょう。
手前の樹木の葉っぱも少しボリュームを持って描いていただく方がいいかと思います。ちょっとこう手前の方にもこう葉っぱがありますので、それもちょっと描いていただくと遠近が出ます。また遠くにあるやつは描かなくてもいいですけれども、手前の方は描いていただくと遠近が出て対称になるんでいいかと思います。こうちょっと少しこう感じで手前の樹木の葉っぱを描いていただくといいかと思います。川の流れの部分はやや実線でなく少し破線のような感じで描いていただくと表情が出るかと思います。
おやつの表情だけ書いといてから色の方で塗った方が、色の方で表現出した方がいいと思います。まあね、このような感じで。はい、これで添削をちょっと終わります。いかがでしょうか。描かれた写真をお見せします。この部分はできるだけ線画で描くよりもある程度アウトラインだけ取っといて、それから色でされるといいかと思います。このような形ですね。全然じゃなくしてアウトラインだけ取っていただいて、それと先ほど言ったように手前の方はきちっと書かれた方がいいかと思います。それとこちらの方もこの手前のとこですね、その奥にもまだ茂みがあるんですけど、その部分はある程度色で表現された方がいいかと思います。この部分押すと遠近感が出て、非常に絵の方にボリュームが出ると思います。こういう形ですね。まあ、それでいいかと思います。じゃあこれでは保存します。では先ほどの添削前のと比較していただくとよくわかります。はい、よろしいでしょうか。添削前ですね。まあ、先ほど言いました、この奥の方の部分の手前、この部分を少し樹木の葉っぱを入れていただくことによって遠近が出ると思います。ちょっと添削した後のやつを見てみますと、この部分ですね、この部分お分かりいただけますでしょうか。こうしてみると分かるかと思います。このとこですね。それと川の流れのせせらぎもこんな表情では流れておりませんので、むしろ輪郭だけ取って、この部分のですね、重要なところの輪郭だけ少しアウトラインだけ取って、この部分さっきお見せします。こういう状況と流れて、あとはこの部分ですね。でいいかと思います。それと最後にこの奥からの流れが曖昧でありますので、きちっとどこから流れているのか明確に、写真もそのようになっております。ここですね、この部分ですね。それを少し明確に書くと奥行きがずっと出ますので、その辺のところ注意して書いてください。
以上です。